薩摩仙台市立鳥丸小学校は、鹿児島県薩摩仙台市東郷町鳥丸にあった市立小学校。薩摩仙台市の北部にあった小学校。2017年、旧東郷町の区域にある藤川小学校、山田小学校、南瀬小学校とともに東郷小学校へ統合。さらに、東郷中学校との小中一貫教育校。を。 設置することも検討されている。1878年に鳥丸小学校として設置され、1886年に鳥丸簡以下小学校に改称その後1892年に鳥丸尋常小学校に改称した。1907年に高等科を併設し鳥丸尋常、高等小学校となり、1941年に国民学校令により、 鳥丸国民学校に改称した。第二次世界大戦終了後の1947年に上東合村立鳥丸小学校となり、1952年に上東合村が調整施行し、統合調律鳥丸小学校となった。その後2004年に薩摩仙台市となり、薩摩仙台市立鳥丸小学校となった。 2016年12月22日現在の全校児童は22人で、2017年3月31日239年の歴史に幕が下ろされ、薩摩仙台市立統合小学校へ統合された。薩摩仙台市統合町志士の及び統合町、鳥丸の全域、ありがとうございます。